豊二湖に着きました。結構ね疲れたよ。ほら、こっからだとハートに見えないんだけど、本当はねヘリコプターに乗って上空から撮影したかったんですが、今年はヘリコプター飛ばないそうなので、車で途中まで来て、あと登ってきました。疲れた。でもめっちゃ綺麗。チャレンジ中です。函館に着いたなって。そっからが勝負です。やばいと思いました。途中で電話してそんなすぐ着かないですよって言われて。そんなわけないだろう、北海道着いてる。やばいと思って飛ばさなきゃと思っても、もう暗くって怖い、暗くて怖い、怖かったです。でもちゃんとご飯取っといて待っててくれて優しいと思って。あれだよね、東京帰るのにさ、青森に着いてさ、本州着いたよって電話してるのでしょ。いやいや、まだまだ着かないでしょうが。カッパ捕獲免許っていうのがある、それを持ってるとカッパを見つけた時に捕まえられるんですよ。もうなんかいきなりファンタジーなこと言い出してるし。さっきあのホテルで紐もらったんで、あと木の棒探してきて、あとキュウリ買えば。あれ本当にキュウリなの？あれキュウリ、新鮮なキュウリで捕まえてくださいってその免許の裏に書いてある。新鮮じゃないとダメ。新鮮じゃないです。で、なんか大量に取れたら裏かわいいに1匹あげるって約束します。なるほど。無料で、うん、人手が足りないからって。そうだよね、カッパ働いてもらったら。あ、そこカッパいる。カッパ働いてる。人が入るかも、逆に混んじゃうかも。カッパ働いてるかも。静内温泉に入りたいと思います。